は、北曹の人層の天生7年に制定された例で、ある。総海洋宗教、刑法1-4に、天気良し7年5月18日に、令30巻を算定したこと、その際に、党の令を本として現在行われている、規定の条文をもとにして、申請を定めて記載したこと、その後ろに現在行われていない規定を付随させた、ことが記されている。天気良し令は、 その後散逸していたが、1999年になって、上海市藩大学の体験国が、ネーハの天一近くに所蔵されている秋代の写本の中に、天気よ指令のうちの十巻が存在したことが、確認されたことを発表した。体験国は記載の官職名や、危機の用法から、人僧時代に遡ることができ、かつ、総会洋修行の記述の合致から天気よ指令の、 写しであるとした。ただし、この時、体験国が公表した部分は、伝量、保護令、不役令、増令のみであり、全面公開されたのは、半金生誕500年事業として、定位近く博物館、中国社会科学研究院歴史研究所の共同事業として、本国、出版される2006年のことであった。なお、天気予知令に記された原点となった道令は、 改元25年の例であると考えられている。陶霊は現代において全く現存しておらず、霊の研究については、当ただし初期や日本の霊気芸や霊集芸などをもとに復元を試みた2位が昇る陶霊周囲にもっぱら依存してきた。天気よしの発見は一部とはいえ失われた陶霊の原文がまとまった形で発見されたという。 ことで中国の律量法研究に大きな影響を与えると考えられている。また、検討の結果、初頭から日本の律令のモデルとなったとされる永久律令、そして天気予知例の原点となる改元25年令までの間には新規の例の追加、挿入はあるものの原則的に同じ配列で例が変算されていたと考えられ、 天気予知令と日本の養老令を比較することによって、当例の一部復元が可能になる。反対に、養老令の中でも今日に伝わっていない異失例、倉庫例が天気予知令の中には含まれていることから、その復元が可能になることが期待されている。実際に政治要略などの参考にして、江戸時代以来今日まで続けられてきた日本の養老律料遺失例の復元案と、 天気予知例の原点である改元25年例の間には、党の36条が日本では27条に整理されたこと以外に、内容、配列ともに大きな差異がなかったことが確認されている。ただし、その一方で現在確認されている天気予知例は、定位近く所蔵のもののみでかつ写本であることから、誤字脱字などが含まれていても判別つかない可能性が、 あること、とただし、養老律令の復元作業においては、日東両国の国情の違いを考慮する必要がある。例えば、奥安司令における設置日の扱いが代表的なもので、党では設置日は休みとなるが、反対に日本では設営と呼ばれる儀式が実施されていた、といった具合である。ありがとうございます。